再利仏圏、再利仏、再利仏、関東語、チョイレイフとチョイレイファットは、1800年代初頭に中国南部で発展した寒風の流派の一つである。太平天国の乱では、革命家たちの間で広まり実際の戦闘に用いられた。1960年代から1970年代の香港においては、屋上試合でその類稀まれな戦闘力を示し、 その名を広く知らしめることとなった。また、その強さを証明するために、タイに渡り、ムエタイ戦士を破った唯一の武術である。現在では世界に最も広がったカンフーの流派として、アジア、欧米問わずほとんどの国で見ることができる。リブツは、イギリス植民地時代の香港において1960年代 -1970 年代にその名を知られるようになった。 当時の香港は文化大革命の弾圧を免れて中国全土から名だたる武術家が集まってきていた。そこでは武術家たちの間で門派同士の果たし合い、屋上試合が盛んに行われていた。かの有名なブルースリーも屋上試合の参加者の一人であった。当時の彼は英春、拳を習得しており、スタイルの異なる門派同士と戦っていた。ブルースリーは 再利物を表して、体制の敵と戦うのに、最も効果的なスタイルであるという言葉を残している。一般に、長橋種、ロングレンジの手技の拳で、長橋大馬系に属すが、他派によっては、だんだ、ショートレンジも多用する。また、北派武術の二気足、旋風足、相対等の足を用いた大技も合わせ持ち、他の南県とはかなり重きをことにしている。 再理物は滑らかな円を描くような連続性のある動きと柔軟なフットワーク、それに加えて驚異的なスピードから繰り出される破壊的なパワーが特徴である。このスタイルは力だけに頼らず体の内側からの意志と外へ向かう力を組み合わせ、体を賢く使うことを可能にしている。このような理由から実践的な武術としては、もちろんのこと、健康増進。 シェイプアップなどの目的で、女性や子供からも親しまれている。また、近代になってから作られた高度な理念を持つ南派遣術であり、対極剣などの内科剣の技法と理念を内包しているとされる。人々が再利物に魅了されるのは、その加齢で印象的な動きだけでなく、実践において、攻撃と防御の両方が非常に効果的な点である。 この実践性の高さに大きく寄与しているのがユニークな連行法の数々である。樹木などの立ち木に前腕部を打ち付け鍛え上げる方法、土の地面を拳で打ち剣面を鍛える方法等がある。再利物は、関東省南県13名県の一つに数えられ、人気において、他派を凌駕する。荒野県と共に、関東系南派省林県を代表する門派である。 歴史として伝えられているところによれば、創始者、陳ルチ陳、教により、新朝同行十五年、1836年に創始されたという。ただし、この説はすでに普及はしているものの、実際には1836年は、再利物の名前が創立された年に過ぎない。内容と理論は1849年に、陳ールと長縁の共同作業でまとめられたものの、 陳徹るが内容にはあまり関与していないことから、真の創始者は、長縁であるというのが、最近の研究者の共通見解である。陳徹、る、1815年から1875年は、新海県の軽売号で生まれた。彼は、おじで、少林寺の共通の弟子でもある。陳縁後から漢風を学び始め、懸命に修行した結果かなりの腕前になっていた。ある日、 陳ルは別の選手が彼の村に教えに来ることを耳にした。その選手とは、リトモヤであった。陳ルはこの新しい死のもとで修行し、漢風だけではなく少林寺にまつわる多くの古事や歴史などもんだ。中でも、少林寺の崩壊から脱出した5人の南県ごその古事にと非常に興味を持ち、師匠たちに頼み込み選手を探す許可を得た。陳ルは、情熱と努力をもって、 ラフさんの近くに住んでいた南県をそのうちの一人で、ある西福禅師を見つけ出した。彼はここでも寒風の非凡さを発揮し、最野県の選手である西福禅師の下で何年もの間少林寒風を学び、その神髄を得得した。数年後、陳通は西福禅師の下から去り、拷問し、淳徳県の陳村で、教練の教官として迎えられ、村民に、 自衛のためのカンフーを教えることになった。彼は道場を開き、今まで習ってきたカンフーと彼自身が想像したカンフーを融合させて作った新しいカンフーの体系を村民に教授するように言った。長園、1824年から1893年は、広島当省、深海県の石蕎村で生まれた。彼は幼少期に武術を学ぶことを志し、 小林寺の僧であり南派県術、李の家県の達人である、李友山から漢風を学んでいた。長遠の両親は、彼の幼少期に何者かに殺害され、以後おじである長魂の下で暮らすようになった。しかし、長魂は、仕事のために村を離れなければならなくなり、長遠の先生である、李友山の元生徒で給油の陳通るにお金を、払い割縁を預けることにしたのであった。 長円が、おじの紹介で、陳ールに出会って、すぐに、彼はカンフーを習いたいと願い出た。長円は、まだ若かったが、陳ールの前の死である、李友山のもとで修行した経験があった。陳ールは、長円の願い出と思わぬ、同門生との再会に喜びを感じていたが、彼が長円にカンフーを教えることにはハードルがあった。陳村では強練指導官が、 村民以外の人間にカンフーを教えることが禁じられていたのだ。チン・トールにも例外なくこの規則が適用されたが、長園を練習場での掃除や生頓などの雑用係として受け入れることした。長園はまだ12歳だったが修行したいという願望は人一,一倍あり、できる限り他の生徒の近くで働き、練習を盗み見する日々が続いた。努力のかえあって彼は徐々に技を覚えていった。 しかし、このことを知った、チン・トールは、激怒し、何を学んだのかと長園を問い詰めた。長園は、練習を盗み見したことを素直に謝り、今までに練習したものを披露してみせた。その驚くべき成果と長園の待望に、心を動かされた、チン・トールは、密かに彼を鍛え導くことを決意した。それからチン・トールは、長園を夜間に指導し、長園も昼間の練習場で、 他の生徒からいじめられても、決してそのことを皆に明かすことはしなかった。5年の月日が流れ、長園は、ントーるから、すべての技を学び終えた。ある日、ントーるは練習している弟子たちを残し外出した。弟子たちは、長円が、いつものように働いているのを見て、この部外者に恥をかかせてやろうと試合を強制した。長園は初はめは断ったものの、 弟子たちの臆病者というのの知り、侮辱についには我慢できなくなり、この挑戦を受ける。試合の結果、弟子たちは叩きのめされ、彼らの体には無数のあざが残ってしまった。これを見た村民に、陳通るが、密かに、長縁にカ漢風を教えていたことがバレてしまった。村民たちはこの門外不出の伝統を破られて、しまったことに激怒し、陳通るに反論の余地を与えることなく、 村の治安維持という理由で、長園を村から追放してしまった。ジン・トールは、再復前師の下で修行していた時に、より技術の高い、青草像という先生の存在を知らされていた。ジン・トール自身その先生を探す機会は得られなかったが、長園にこそこの機会を託そうと思い、長園を青草像の下で修行させるために紹介状を書き、 長縁を広市西の八廃山にある甲立寺へ送った。青草像は熟練された戦士であり、少林寺の崩壊から免れた数少ない生き残りの一人でもあった。青草像は自然全士の下で旧連山少林寺に新しい寺を建設しそこに一人で住んでいた。長縁は指示されるままに出発し、寺院で青草像を見つけ出し、弟子として受け入れてもらった。 1841年から1849年までの8年間、長園は殺人技である仏門手のひらを学んだ。青草像は長園に仏門手のひらの秘技をすべて授けた。そして医学の知識及び半身また民の思想を長園に教えた。青草像は公文社会の一員であり、彼自身も革命家であった。青草像は長園に 大鳥マサルという名前を授けた。この名前は、広ロの勝利を意味しているのだが、広ロの代わりに中国語で、同じ発音である、広ロを用いてその真意を隠した。青草像は、修行を終えた長園に寺を去るよう言い、同志や愛国者と連絡を取り、民の復活のため戦うように命じた。新しい名を授けられた、長広ロ勝マサル、長園は、 太平天国革命に加わり革命戦争、そして革命家たちの育成に残りの人生を捧げた。青草像の下を去った蝶広四勝はその足で競馬号に戻った。そこでは、陳通が温かく蝶広四勝を迎えてくれた。蝶広四勝は、陳通に、これまでの教授に感謝の意を表し、青草像から学んだものを陳通に伝えた。 この技術の交換の中で、新しいカンフーの体系が出来上がっていった。この体系は、張広島サル、陳通るそれぞれの手によって、別々の技術体系、主要方法として、独自に発展して行った。彼らのカンフーには、西福前史のサイヤ李友山のヤの家剣、そして、青草像の仏門手の平の三つの源流がある、ことから、 尊敬と敬意を表してこの漢風の名称をサイリ理仏と名付けた。長広四家地は彼の道場、大鳥マサル館で教え、陳とおルは高木吉館で教えた。これらは同じ源流を共有しているが、この二つのサイリ理仏の道場がそれぞれの特徴、属性を独自に発展させていった。しかしそのルーツは少林寺にあり、互いに近い距離感を保ち続けているのは、 時代が流れても変わっていない。基本は掛け、小、層と呼ばれる代表的な3種類の手技である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。